はいこんにちはです今回の話は北京オリンピックでですねスノーボードごめんなさいスノーご,ごめんなさいねスノーボードの選手なんですけど平野歩夢選手がですね金メダルをね獲得したんですね平野歩夢さんおめでとうございます金メダル獲得ねすごいですねはい。 まあ日本でなんかあれなんですかね初なんですかねこれはちょっとよくわかんないんですけれど日本人の選手ではなんか初めてになるのかもしれませんねはいまあそれでですね平野歩夢選手にその金メダルを獲得した平野歩夢選手にですね違反が殺到されてるようなんですね違反殺到なんですけれど 批判殺されてのでこういうツイートをねあと見かけたんですねこう,こういうのねいやいや信じられないですねこいつが金メダル獲得っていや何なんだって思いますよねこの方ねこの方多分嫌いな方なのかもしれませんけどね <laughs> はい本当にね許せないなと思いましたねこういうツイートねはい。 まあ本当によく頑張ったと思いますね。はい。まああの、平野歩夢選手ね、あの、金メダルね、獲得して本当に良かったなと思いますね。はい。まあ、てなわけで今回の話は、北京オリンピックでスノーボーごめんなさい。<laughs> なんかあんまり言えないな、これ <laughs> スノーボードの、あの、 選手ですね、ヒラナイム選手が金メダル獲得でなんか批判さとされていることについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。